か。頑張って。ドライヤー。中学生は？
旦那本当に湧かないの、はい、湧かないの、うん、本当になんか本当に明日もう本当明日起きたら学校行きそうな勢い行きなんかもうちょっと春休みをエンジョイしてエンジョイして本当さ地味なさこう幸せな な, な, な地味なさ地味じゃなくて本当はっつけてみたい。いやみよかちゃんからはっつけてみたい。私そんなにはっつけてないよ。みよかちゃんちょっと怖いよね。やんたしよったみたいな、うん、ちょっと耳に入ってきたね。やんたしよったよね。私と違って怖かったもんね。ちょっとヤンキーが入ってきて、ちょっとヤンキーが入ってきて、もう猫食べてるんですよ。猫食べると今ね、ゆきの普段もうちょっとね、どういう感じでしたね。全然仲良いし、今までさ大丈夫？うん、大丈夫。寝てない？うん、起きたよ。起きた？なんかもう、寝てないよ。大丈夫。うん、どうやった？うん、どうやった？ランドセルで踊ってみて。うん、なんかね、うん、バッカバッカ動くだけさ、何も入ってない状態やん。あ、そうやね。なんかバッカみたいな。やけにさ、踊りに行かった。そう、頑張って。だからさ、飛ぶやん。うおあれさ、おはようございます。あ、そう。行かった。うん、大丈夫。うん、大丈夫だもんね。もうなんかみんな話してなさそう。話したくないの、そんなに。話したくない。ナナはナナ。ナナちゃん。ほら、みんな求めてる。何？ナナは楽しかった？小学生のなんか一番の思い出ってあるの？なんかある？なんか中、あ、小学校でなんか一番思い出に残ってること修学旅行。あマドと思えば小6が一番近いよね。はい、どうやった？え、なんか卒業する前ぐらいになったらもう一日中テストみたいな。そう。テスト中学生問題みたいな。ね。あ、分かるらしいです。共感してる。ちょっと待って、めんどくさいとか言ってる子が一人いますよ、ここに。めんどくさいの？ね、学力テストとかあるやん。なんか。うん。多分アリ中学受験、中高校受験の時ちょっとやばいじゃないの？いやもう徹夜して頑張る。アリできんと思うね。でもできやばいと思う。まあ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 。まあ二人ともそれ思い出。思い出。いやもう小6の時は本当にねどっちもよくしちゃったんだよな。どっちもしかしてなかったもん。え、じゃあ姫は逆になんか中学の時の思い出って。部活しかしてなかった。あーよかった。ひなちゃんめっちゃ運動神経いい。ちょうどいいよ。走るのだけは本当に無理。そうね。はい、じゃあそういうことで今はねちょっと前半戦が終わったということで、はい、ここからがスマイルライブ通あれ通常ライブ。そう、今はさちょっとあのラブセルからだったりとか中3卒業メンバーを主にしてきたんですけど、これからは普通のライブになります。後半戦も盛り上がっていきましょう。